幼稚園に入る前の話なんですけど、その時、今は僕実家は一軒家なんですけど、その時は、まあ、泉佐野のちっちゃいマンションに住んでて、その時に僕らの家族が住んでた家の隣の部屋に住んでた家族に僕同級生が一人いたんですね。で、そいつともずっと仲良くしてて、まあ、学校も一緒やし、宗教も一緒やしっていうので、すごい仲良くしてたんですよ。で、幼稚園の年長ぐらいの時に、僕らの家族が先にそのマンションを引っ越して、一戸建て別のところに建てて、生活を始めるんですけども、まあ、そいつとはずっとつるんでて、で、そのまま小学生になり、小学校も同じ学校で、で、中学校も同じ学校やったんですけど、中学校でその幼馴染がちょっと悪い友達と付き合うようになって、僕とはあんまり遊ばなくなったんですね。まあ、たまに家来たりとかはあったんですけども、そこまで深く喋ることもなくっていう感じだったんですよ。で、僕はそのまま高校に行き、で、高校に入ると、もうそいつとは全く連絡を取らなくなっちゃって、何してるのかもちょっとわかんない。まあ、噂は入ってくるんですけど、いい噂は全然聞かなくて。で、僕、高1の時ですね。高2で僕は芸能界に入ってるんで、高1の時の話なんですけど、まあ、学校にも行かず、だらだら夜遊びに出かけるような生活をしてたんですよ。で、夜の街でたまたまその友達と遭遇しまして、その時にちょっと様子がおかしかったんですよね。結構その隣の部屋に住んでた時だったりとか、あと小学生の時だとか、あとグレちゃったけど中学生の時だとか、すごい明るいやつだったんですよ。明るくて快活で面白いやつだったんですけど、まあ、その高1の時に夜の街で会った時も、明るいっちゃ明るいけどちょっと様子が変やなって思ったんですよ。で、地元の同級生みんな僕のことをケントって呼ぶんです。で、そいつももちろん僕のことケントって呼んでたんですけど、そいつは、その高一夜の街で遭遇した時に、僕の名前がわからなかったんですよ。それこそ、4歳の時ですよね。4歳の時から中学生、15歳の時まで10年以上一緒に仲良くしてたつもりだったんですよ、僕は。そいつは僕の名前を忘れてたんですよ。俺やケントやって言ったら、ああ、そうやケントや、お前そうやケントや、みたいな。で、目の焦点もちょっと合ってなくて、後で聞いたんですけど、覚醒剤をやってた。らしいんですよ。覚醒剤をやって、幼馴染のね、名前も忘れちゃうぐらい脳にダメージを受けて、そっからずっと僕連絡取ってなかったんですけど、二十歳の時ですね、僕が。僕らが二十歳の時に、僕は自分の劇団を旗揚げすることになるんですね。で、その劇団の初めての舞台、旗揚げ公演をやるってなった時に、まあ、地元で結構宣伝活動をしてたんですよ、僕。いろんなところ行ってチラシ配ってもらって。で、旗揚げのチラシも地元の連れに作ってもらったりとか、本当に地元全面バックアップで劇団を旗揚げできたって感じだったんで、地元の人らはみんな知ってるみたいな感じで、その時にそいつから、ま、電話がかかってきたんです
で、長らく連絡を取ってなかったんで、何やと思いながら取ったんですけど、お前なんか劇団作るらしいやん、みたいな。で、行くわ、って言ってくれたんですよ。で、あ、そうなんや、で、僕そいつが会ってない間何をしてたか知らなかったんで、あ、そういえばな、あの、誰々も来てくれるって言ってて、で、僕同級生の名前出したんですよ。で、何があったか知らないですけど、あ、じゃあやめとくわ、って言われて。で、そっからまた会うこともなく。で、いつだったっけな、25歳ぐらいの時だったと思います。そっからまた5年後。劇団を旗揚げして、まあ、大阪の演劇の世界でもある程度頑張れるような立場になってきて、でよその劇団の稽古の客演ですね、客演に行った時の稽古場でたまたま休憩時間に電話がかかってきて、で見たらまたそいつなんですよ。珍しいと思って、で今出たらちょっと話せるって言われて、今ごめんね、今ちょっとお芝居の稽古をしてて今は話されへんけど終わったらかけ直すわって言って、でその劇団の稽古終わってから帰り道に電話かけていろいろ聞いたんです。じゃあ結構いろいろ正直に喋ってくれて、捕まってたね、ちょっといろいろあって捕まってて、で近いうちに会いたいんやけどって言われて、まだ劇団とかやってんの、よかったら見に行くしみたいな、結構熱い話をできてその時って思ってたんですけど、そっからまたその稽古してた舞台が近くなったんで、もう一回電話したんです。もしかしたら来てくれるかな、そこで直接会えるかなと思って電話したら繋がらなくて、で、また別の地元の連れと遊んでる時に、あいつまた捕まったらしいっていう話を聞いたんですね。で、やっぱ薬絡みが多いんです。薬は僕本当にダメだなぁと思ってて、なんかすごい悲しくなったんですよね、僕は。そいつを憎むとかはないですけど、誰かに迷惑をかけたわけじゃないんで、僕は憎むとかはないんですけど、僕は親友やと思ってたんで、なんか名前を忘れられてたこともすごいショックだし、確実に昔のあいつじゃないんで、うん、薬だけはダメだと思います僕は。大麻に関してたまに言われるんですけど、よく皆さん勘違いしてらっしゃるのが、大麻はドラッグだみたいな。大麻は違うと思ってて、まあ、これまあいろんな意見あると思うんですけど、日本では一応法律では大麻は禁止とされてるんでダメだっていう人もいるんですけど、大麻は僕そこまで体に悪いもんっていう認識がなくて、周りで正直言って大麻吸ってる人間いっぱいいます、僕いっぱいいるんですけど、あの人間として壊れちゃってるとかって人ってあまりいないです。そういうこと中毒になってたりとかしてる人っていうのはちょっとやりすぎちゃうとはなるんですけど、一日一本吸うぐらいの程度の人なら普通にディスカッションできるんですよね。僕むしろ大麻よりお酒の方が危ないと思ってて、お酒に頼って生きてる人って会話にならなかったりするんですよ、僕経験上。大麻は別にお酒よりはマシじゃないかなとは思ってまして、まあ僕個人の意見ですけど、これはいろいろあると思うんですよ。でも覚醒剤は僕絶対にダメだと思います。興味本位で手を出してみようとか、なんかちょっと悪い道に進んで先輩に勧められて、ってなっても、これからの若い人たち特に絶対に覚醒剤は断るべきだって僕は思ってます。あれは人間を壊します。人間が人間じゃなくなるんで。
覚醒剤は絶対に僕はダメだと思ってます。